Do you have a V-TECH? V-TECH low.市販エンジンでは類を見ない組み立て精度、アクセル回路に即座に反応する息遣い、珠玉の工芸品 V-TECH エンジン、それはホンダスポーツの神髄。その V-TECH を搭載するマシンは今どれだけの速さに達しているのか。 V-TECH クラブ Vol.2 は最速 V-TECH マシン決定戦で幕開けだ。エントリー1番手は C ウエスト S2000。 エンジンは究極の高回転技術が投入された F20C をオリジナルのキットで 2.2 リッター化、ボディはカーボンをふんだんに使用したエアロパーツをまとい 968キロまで軽量化。その研ぎ澄まされたボディメイクとエンジンで今回のバトルは最有力候補。担当ドライバーは日本一の FR 使い土屋圭一。今回のタイムアタックはノーカットスペシャル編集。 NA マシンの壁、筑波1分切りを果たすのはどのマシンか。F20C2.2 リッターはトルク特性が変わるためノーマルよりも低い8600シフトで効率の良い加速をする。コントロールラインからダンロップコーナーまで区間タイムは29秒09をマーク。タイムは1分0秒760。ウイングがちょっと効きすぎかなりや、最終コーナーの進入が後ろ押さえすぎてフロントの入りが悪くなってる。だからかなり速いよこれ。エンジンも確かにいいんだけど車のバランスがすごくいいよ。今どのくらい？今真ん中くらい。バンプリバンプ触れるんですよ。あ、じゃあリバンプちょっと強くして。リバンプを強くして。エントリー2番手はホンダチューンの老舗スプーン S2000。 エンジンは2リッターのままだが内部パーツはもちろん駆動系から足回りまで積極的なレース活動で開発されたパーツを惜しみなく投入。正統派チューンでバトルに臨む。ドライバーはスーパー耐久でもスプーン S2000 を狩る伊藤大輔。結構今真剣にアタックしてる。区間タイムは30秒09をマーク。C ウエストには及ばず。今ダンパーちょっといじってもらったんだけど、やっぱりちょっと柔らかくしすぎてリアが砕けてるね。ちょっとね振りすぎ。その間ぐらいで。間ぐらい。面白いっていうかね、扱ってて面白いんだけど、真剣にセッティングしてます。やっぱり乗っちゃうと真剣になっちゃうね。だからちょっと今細かくダンパーセットしてもらってる。2リッター V-TECH エンジンのエントリーはもう1機種。トルク重視の K20A を搭載する純 DC5。 前回のボリューム1で筑波 FF 最速を目指し製作をレポートしたマシンが完成し晴れてエントリー。ノーマルの素性がいい DC5 がゆえにチューニングが困難とされているが、果たして純はどう仕上げてきたか。ドライバーは FF マシンも大得意飯田明だ。準 DC5 はミッションに不具合が発生。タイム的には辛いか。それでも区間タイムは30秒台をキープ。タイムは4秒台にとどまる。エンジンもパワフルだし、足回りのセットも結構出てて、曲がるし、トラクションもかかるし、よく止まるし、結構トータルバランスの高いところですね。そして S2000 のエントリーはもう1台、西戸ホンダチューナー J ズレーシング S2000 2.2 リッターコンプリートエンジンを搭載し、各サーキットのレコードを塗り替えることをコンセプトに制作された生粋のタイムアタックマシン。実際地元の TI とセントラルでは NA 最速の座を射止めている。ここ筑波の実力はいかに。ドライバーはチューンドカーアタック請負人谷口信輝。ステアリング修正の少なさ、 2.2 リッターのトルク感ともにシーウエストと互角といったところか。さあ区間タイムはどうだ。シーウエストを上回った。おっと2ヘアピンでわずかにオーバーラン。ラップタイムは2番手。毎週ね、毎回2部屋でね ABS で止まれなくてオーバーランしちゃうんだよね。突っ込みすぎなんだと思うんだけど、車はすごくいいんだけど、あまりにもちょっと時間が短すぎて、もうちょっと慣れたいね。エントリー5番手はホンダスポーツのフラッグシップモデルリトモ NSX GT マシーンを意識したド派手なエアロとは裏腹に、室内は快適装備が残されたストリートマシン。初期型ベースのため C30A を搭載するが、エンジンの中まで一通り手が入り抜かりはない。新世代 V-TECH マシンとどう戦うか。ドライバーはルマンにも参戦、乗りに乗っている折戸学。今年ルマン、そしてスーパー耐久でポルシェを狩るオリダーはギアエンジンの動かし方に快感。この NSX もその範疇なのか。走りは至ってスムーズ。いやーいいよこれ。バランスの良さで3番手をマーク。いや、このねリトモさんの NSX はね、まあ、見た目もこう派手なんですけど、乗るとね楽しい、すごく抜群に速いってばっかりじゃないんだけど、すごくね雰囲気と乗った感じのこうバランスがすごくマッチしてて、最高に面白い。エントリーラストは川源スポーツが持ち込んだルート KSMSX。 エントリーマシン中最大排気量を誇る C32B エンジンはエスプリがチューニングしたダブルネームマシン。ボディは GT マシンさながらのエアロと大幅な軽量化。 S2000 に押され気味のチューンド最前線で V-TECH 最高峰のパフォーマンスを見せてくれるのか。ドライバーは GTNSX ファイター金石勝友。区間タイムは4番手の29秒69。ラップタイムは2秒217、3番手に食い込んだ。後ろにエンジンついてるもんで、こう後ろのオーバーステイが結構今きついから、今ちょっとフロントのダンパーちょっといじって、でどうなるかっていうのを、はい。